松本若菜、松村北斗、西恩寺さんは、火事をしないにあって、目黒ん海の始まり、になかった革新性家族をめぐる物語で、明らかになった令和スタイル。松本若菜40が主演、ストーンズ松村北斗、29、が相手役の連続ドラマ、西恩寺さんは、火事をしない、TBS 系、火曜夜10時、学月17日、いよいよ最終回。 第11話を迎える。サイオンさん、松本とくすみ、松村はお互いの気持ちを理解し、ルカ、倉田エマヨン、ともに幸せな結末を迎えられそうだ。同ドラマは、日浦悟氏の同名コミック、講談社が原作。徹底して家事をしないサイオンさんが、シングルファザーのくすみ、その娘ルカと異家族として暮らすハートフルコメディー。 シングルファザーが新しい家族を模索するという点は、メグロレン27、主演の月級ドラマ、海の始まり、フジテレビ系と共通するが、2作が訴えるものは大きく違うようだ。9月10日放送の第10話は、西イ寺さんは恒例の不公平、浅野和幸70を<い>身体部分に住まわせるため、くすみに出て行ってほしいと告げる。 別居しながら二拠点義家族というスタイルで、義家族を継続しようというサイオンさんの話にクスミも同意。ルカと三人でワクワクに満ちたを引っ越し計画が始まる。しかし、サイオンさんの本音は、クスミ親子との義家族をこれで終わらせること。クスミへの恋愛感情を自覚したサイオンさんは、パパを好きにならないで、と泣いたルカのため。 三人で一緒にはいられないと思っていた。一方、くすみは、引っ越し先の家事代行業を川口みよこ、高畑厚子、69に依頼することに、という展開。X、旧ツイッターでは、横井さん、あて馬がライバルじゃなく、一緒の道を歩いててよさげ。ついも甘いも見分けた感のある津田健次郎さんが演じるからこそかもだけど、 横井さんは歴代のアテウマとなんか違う。拡大義家族の一員で全然良くて、そうあってくれと思っちゃう、など、西園寺さんの元彼との関係を引き合いに、ラブコメとしての新しさを指摘する声が。